もお疲れ様です。それでは第10週目の見通しをテクニカル的に解釈していこうと思います。期間は3月4日から3月8日の5日間になりますね。まず月が変わりましたんで月足を見ていきますけども、先々回っていうのはね、こちらの方に前々回ですね、1月の月足が出てます。大きく陽線に出てますんで、上の方にね、向かってるかなというところですね。で、先月なんですけども、引き続き上昇しているんですけども、その上昇のね、勢いがちょっと弱まってきましたね。で、今月なんですけども、さらに、陽線ではあるにしても、そんなに大きくは出ないのかなと。要するにね、この陽線が半分半分半分っていう風なペースで、151円を目指してきたかなっていうところですよね。まあ、それが今振り返れるところかなっていうところです。まあ、この場合ね、たとえ月足で、3ペが出たとしても、もっと上の方に行くっていう風な判断にはならないってことですね。まあ、こっちの方におさらいしておきましょう。陽線が3本並ぶときに、こういう風にどんどん短くなっていくのは、同じ赤3ペでも、もう勢いがなくなってきましたよっていう風に解釈した方がいいです。逆にですね、赤3ペで上に伸びやすいやつっていうのはどんどん大きくなるやつね。これはこの後、ボカーンとブレイクする可能性があるよってことですね。同じ、陽線の3つの並びでも、このぐらい解釈が変わってくるってことになります。これにプラスアルファして、上髭がついてるかどうかとかね、下髭がどうかっていうのも加味されていきますね。はい、月足は、まあ今月、3月はですね、全体的に上昇はあり得るかもしれませんけども、まあ上昇したとしても、その上昇角は、そんなに強くないよってことですよね。まあもしくは、下落に転ずる月になるかもしれないですよね。もう、151円とか152円に触れていくと、何がしかのね、高田審議官とかね、神田財務官の発言が飛び出してくるかもしれませんからね。はい。それでは週足の方を見ていきましょう。週足。はい。週足なんですけども、赤い線がちょっとね、こう集中しちゃってごちゃごちゃしてますけども、まあでも解釈は同じです。このヒゲ先で急速に戻ってきたところと、まあ、ある程度高値でね、うろうろしてる分、もう急速に戻ることはないんだけども、でも実体をつけて下の方に戻っていく分と。ここもだから同じですよね。まあそろそろ天井を打つかなっていうところになります。まあですので今週はもしかしたら下落の方に転ずるかもしれないので、まあ全体的な流れとしては、まあ、円安方向なんですけども、もう週単位とか、その日単位とかね、見るとね、もう下に行く可能性もあるんで、ちょっとこうねじれた感じになりますね。まあ、ですんで、週間のトレードを抑制することは困難なんで、おおむね1週間を通じてみれば、横ばいになるんではないかなってところですよね。まあ、ただ今週は材料がね、扇形のやつが3つぐらい入りますんで、これまたね、本当に横ばいになるのかどうか、はっきりとしたことはわかりません。次は、日足です。日足で見てくるとだいぶテクニカルの力が出てくるかなと思います。まあ要するにこの4本ぐらい引いた線の内側に全部収まってるんで、この辺からレンジってものが見えてくると思います。全体的には上昇トレンドっていうのはずっとあったんですけども、このあたりで上昇の勢いが弱まってきて、一旦レンジになるかなってことです。上からの押し下げ圧力も相まって、ちょっと釣り合った状態になるかなってことですよね。で、それを表しているのがこの下髭とかね、上髭とかですね。まあ、これによって大きく下に行く勢いが上に引き戻されて、そしてだからといって上に行く勢いが上髭によって下に押し戻されてって感じで釣り合ってきたってことになります。次は4時間です。4時間はもうすぐ見やすいレンジオプションになってますね。ここで収まらないんだったらこちらのレンジになります。もっと言ったらここになります。で、これを分解すると、ここのレンジっていうのとね、それからこの上のレンジっていうのに分かれるかなってところですね。まあ、下もレンジの中には入ってるんですけども、どちらかというとここは急速に上の方に持ち上げられるというふうにね、解釈した方がよろしいかと思います。ですんで、ここでのトレードに期待をかけるよりも、ここでレンジ内オプション及びブレイク、ここでレンジ内オプション、および下へのブレイクと考えた方がいいでしょう。はい。で、1時間を見ていきますね。はい。1時間になってくるともうこれね、3月4日に、見ていただければと思いますけども、まずはね、今週1週間の分解なんですけども、月火でひとまとりの周りの、
マーケットがあります。で、材料が入って、水曜日は水曜日単体、木曜日は木曜日単体、さらに材料が入って金曜日は金曜日単体のマーケットがあるってことになります。そして金曜日最後は雇用調整でフィニッシュってことになりますね。まあ、ですんで、そんなにね、テクニカル的に解釈が難しいわけではありませんけども、1週間を通じてのテクニカルというよりも、まあ、このようにね、4つに分けて1週間を考えていった方がいいかなと。で、その日その日に、例えば午前中にマーケットの確認をして、午後あたりからエントリーするみたいな、そんなリズムになると思います。今までも何度もこういうのは経験したと思いますけどね。はい。前半で材料の確認はされたと思います。で、その材料があることを確認してですね、単体でマーケットが動いていく様子をしっかり見ていただければと思います。はい。繰り返しますけども、午前中はマーケットを確認して、お昼から午後、この辺りでエントリーにトライしていくっていう形になります。もちろん、見通しが早くつけばね、午前中、例えば10時とか11時ぐらいにエントリーするのはそんなに悪いセンスではないと思いますんでね。また深夜3時前後から相場の方はお話していきますんで。で、6時、9時という形で固めていきましょう。では、今週もよろしくお願いします。